チェリーと申します。ご視聴ありがとうございます。ゆっくりです。いつもありがとね。さて前回は、一発で幸運3を引き当てたところまでです。幸運でした。幸運だけに。ああ、言っちゃった。もし期待値通りにエメラルドが集まるのなら、この企画は、レベル30エンチャントのダイヤツルハシを11本分ほど消費するくらいかかります。でも、前回お話ししたように、11本のダイヤツルハシをレベル30でエンチャントしても、1割くらいは幸運3が付与されない可能性があった。幸運は悪くなくてよかったです。さて、続きを掘りましょうか。はいはい。どのくらい掘るの？この山岳バイオームを掘り尽くしましょう。そろそろ地図を作りますよ。一段拡張します。今度は全部、山岳バイオームが入っていそうね。今いる地点が、風車型ブランチマイニングの中心です。だいたいこのくらいまでは広げましょう。地図は一回拡大したので、一辺は256ブロック分です。掘る範囲の一辺は地図のだいたい5分の1なので、一辺50ブロックくらいですね。風車型ブランチマイニングは、周回数の8倍がだいたい一辺のブロック数になりますので、6周分まではテスト採掘の続きを掘ります。おお、2つ出た。あらあら、なんか困っているご様子よ。それは大変。剣を差し伸べてあげたいんですけど、水に流されてて届かないです。ボッカーン。お、結構多い。これで装備が揃いますかね。ダイヤ装備なら、クリーパーに至近距離爆破されても即死を免れますから、安定感が大違いです。まあここまで揃えば、多分大丈夫よね。さて、もうぼちぼちじゃないかなと思うんですよ。お、大体予定通り。これ掘り終わったら、次はこの辺を掘っていく予定です。微妙に狭い山岳バイオームよね。まあ、それだからテスト採掘の地点に選んだんです。帰ってきました。採掘結果はこんな感じです。エメラルドが思ったほど取れてないわね。山岳バイオームをやや超えたところまで掘ってましたから。ちなみにまだ今回は、エンチャントなしの鉄ツルハシで採掘してます。経験値を貯めないといけません。北側の海岸線を試しに回ってみると、海岸線までびっしり山岳バイオームですね。あら、地図では平地みたいに見えていたけど。私もちょっと意外です。自分の足で回ってみる必要がありますね。というわけで、掘り残しているこの辺を採掘してきます。一辺が地図の6分の1ほどなので、まあ風車型で5周分ほどですね。時々地図を見ながら場所修正しますよ。おしおし。これでダイヤ装備一式が揃いますね。これでようやく一安心ね。本当はエンチャントしたいところなんですけどね。まあしばらく我慢します。あや、第2階の炭鉱と繋がっちゃいましたね。かわいい。ちょっとなんで問答無用で殺戮するのよ。貴重な経験値の資源ですから。さて、帰ってきました。今回の成果はこんな感じです。経験値がだいぶ溜まりました。精錬すればレベル30は超えそうです。そろそろ一旦、今ある建築材で改築してみましょうか。いいわね。あ、でもちょっと寄り道しますね。
寄り道ってテリーの家じゃない。持っててもインベントリ圧迫されるだけですが、捨てるのも忍びないですからね。だったら記念品として飾っておこうかなと。ああ、なるほどね。いいじゃない。山岳バイオームを掘り尽くすごとに増えていくのね。それでは、久々に村に行きます。プレイの方は今回はここまでで、ここからは時間コストの解説です。ご興味ある方は続きをご覧ください。前作では、プレイ開始からダイヤ1スタック程度を入手するまでの時間コストをいろいろ考察しました。今回新たに研究したのは、ある程度プレイが進んでいる状況です。つまり、エンチャント台、本棚15個、幸運3のツルハシのいずれかがすでに作られた状況を想定しており、それらが作成された時点からの時間コストを考察します。では、次の表をご覧ください。うひゃあ。順に説明しますから、まずわかりやすいところから、ここは、エンチャントをしていない無印のツルハシで掘った時の時間コストです。つまりはエンチャントを用いない場合ですね。上から鉄ツルハシ、石ツルハシ、ダイヤツルハシです。この数字は1採掘あたりの時間コストです。無印の石ツルハシを基準としており、数字が大きければ無印の石ツルハシよりも効率が良く、数字がマイナスならそれだけ効率が悪いです。前作で算出した、風車型で15周採掘した時間コストを、15周の採掘量で割った値です。はいはい。次にこれは、エンチャント台は作成済み、本棚は作成していない状況を想定しています。経験値はブランチマイニング中に鉱石採掘で自然に溜まっていく量だけを活用します。ここまでの話は前作で考察した内容よね。そうですね。ただ、ここの数字は前作と違い、エンチャント台の作成コストや、黒曜石採掘のために作ったダイヤツルハシのコストを入れていないので、その点には注意してください。了解。ここまでを見てみると、レベル1でエンチャントした鉄ツルハシが最も良い数字です。つまり、すでにエンチャント台が作られており、黒曜石採掘用のダイヤツルハシも消費済みであれば、レベル1の鉄ツルハシが最も効率が良い、ということです。さて、次はここを見てみます。これは、ダイヤツルハシにレベル30のエンチャントをかけた時の、効率強化と耐久力が付与される率の表です。効率0、耐久0のこの確率は、シルクタッチか幸運しかつかなかった時ですね。無印のダイヤツルハシと値が同じになります。効率強化も耐久力もつかなければ、採掘効率はエンチャントなしのツルハシと変わらないものね。はい。では次はこの部分を説明します。レベル30のダイヤツルハシのエンチャントを常時行うためには、ブランチマイニングで自然に溜まる経験値では足りません。なので、主にレッドストーン鉱石を積極的に採掘して経験値を貯める必要があります。掘った分だけ時間がかかるので、その分効率が悪くなり、計算するとこの数字になります。はいはい質問。鉱石を採掘するだけで、経験値は足りるの？あと、ゾンビスポーンなどの経験値トラップよりも、効率はいいの？そのあたりはテスト採掘で確認しました。レッドストーン鉱石を採掘すれば、レベル30のエンチャントをダイヤツルハシに常時かけても余ります。ただし、早めに耐久力がついたツルハシが出ないとなりません。また、ゾンビスポーンのトラップを活用するより、効率は3倍以上良いです。ほう。話を進めます。レベル30のダイヤツルハシの問題は、耐久生産と効率強化3以上がつかないと、レベル1の鉄ツルハシに効率が劣ってしまうことです。付与される確率を加味して期待値を取ってみると、この値です。レベル1の鉄ツルハシの方が良い数字が出てますね。となると、レベル1鉄ツルハシが最もいいの？そうなりますね。ここまでは、幸運3のツルハシを持っていなかった状況で考察していました。では次に、幸運3のツルハシを持っていた場合を考察していきます。はいはい。幸運3のツルハシがあるなら、ダイヤの取得できる数が 2.2 倍となります。
そのため、ダイヤツル橋を作成するコストが安くなり、その分ダイヤツル橋の効率は上がります。ダイヤを使わないツル橋の場合は数字は変わらないのね。はい。そして、ダイヤの取得できる数が増える影響で、すべてのツル橋の効率が上がります。あとは、経験値収集のコストを加味して計算すれば、レベル30のダイヤツル橋の期待値は、この値となります。これは、下の各条件のツル橋よりも上回っていますよね。確かに。耐久力がついたら当たり、つかなかったら外れって感じだけど、期待値では上回るのね。はい。なので、幸運3のツル橋を持っているのであれば、レベル30のダイヤツル橋で採掘するのが最も効率が良い、ということです。ただ、あくまで期待値だという点には注意してください。だいたい3回に1回は耐久力がつきません。かなりの量のダイヤを集めるつもりじゃなければ、割が合わないことがあるってことね。はい。次は、ワンスタックのダイヤを集める時間で比較してみましょう。無印の石ツル橋の時間を180分と仮にして、これを基準値として、先ほどの数値に基づき算出しました。前作の無印の鉄ツル橋のケースと比べてみると、レベル30のダイヤツル橋で掘れば時間は3分の1で済みます。このことを考えると、今回の企画の規模は前作の3倍弱なんです。いろいろな鉱石を採掘することを加味しても、ブランチマイニングを行っている時間だけなら、計算上は14時間半ほどですね。実際にはいろいろあって、ぴったり計算通りにいかないとは思うけど、でも現実的な時間で収まりそうね。そうなんです。というところで、今の時点の研究成果はここまでです。また何か調べたらご報告します。